本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。ルテックは、エナシー事業、リーガルソリューション事業などをしている会社です。急騰した理由は、今期の経常利益を情報修正したからです。エルテスは、リスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションの提供をしている会社です。急騰した理由は、分かりませんでした。インフォネットは、ウェブサイト構築、システム開発、 広告デザイン印刷映像制作認定その他をしている会社です急騰した理由はグループ会社が AI 検索にシャグプトを連携すると発表したからですアーキテクツスタジオジャパンは建築家建設会社と顧客を仲介をしている会社です急騰した理由は分かりませんでした桂川電機は大盤カラープリンター大盤プリンタ複合機スキャナ関連機器 並びに関連ソフトウェアの開発、製造、販売等をしている会社です。急騰した理由はわかりませんでした。マクセルは主に電池、電子部品、情報通信機器、電子材料、照明器具、自動車部品などの製造、販売をしている会社です。急騰した理由は産業機械向けに大容量の全固体電池を世界で初めて量産すると報じられたからです。は 婦人婦人服の企画販売をしている会社です急騰した理由は好業績で配当金を増額しましたイメージマジックはオンデマンドプリントサービス事業自社サービスサイト企画運営ウェブサービス連携 EC サービス連携ハードウェア販売アプリ開発をしている会社です急騰した理由は好業績を発表したからです松本はアルバム記念誌写真集 カタログポスターカレンダー DM た各種印刷デザイン企画製本インターネットホームページシステム作成をしている会社です急騰した理由は決算発表で赤字縮小だったからです毎日ストップ高した株の解説をしています今後も継続してほしいまた見たいなどあれば是非チャンネル登録高評価コメントをお願いします